はい、今日はヘルマンリクガメの月ちゃんにね、手から餌を与えていきたいと思います。月ちゃんはね、だいぶ餌食べてくれるようになったんですけど、まだねちょっと人間を怖がってる節があるんで、ちょっとね手から餌をあげて、もっと人間に慣れさせてね、こうビクビクしないようにしてもらいたいと思います。まあ、ここにねさっき畑から取ってきた大根の葉っぱがあるんで、これを与えていきましょうか。はい、月ちゃん。はい、月ちゃん。お、食べてくれました。ねえ、もう最初の頃に比べたらね、全然いいよね。もう頭も出してなかったもんね。よく食べる。おお、いいねいいね。まあ後ろのねカツオとワカメがうるさかったからね、もう大根の葉をケージの中に入れてね、今ちょっとおとなしくしたんだけど、もう2匹が全部食べちゃってね、タラちゃんが食べられてないからね、タラちゃんもこっちに連れてきましょうか。もうちょっと月ちゃんが食べてからね。食べてる時に撫でて大丈夫かな。ああ、大丈夫だね。おお、今日食欲旺盛だね。お、茎もいくね。いいねいいね。お、固まっちゃった。どうした？どんどん後ろであれか、カツオとワカメがやってるから。お、いった。ちょっと後ろの餌がもうなくなったっぽいんでね、ちょっと与えていきましょうか。で、タラちゃん連れてきましょう、こっちに。はい、タラちゃんもね全く食べてないからさ、向こうでカツオとワカメが食べちゃったからね。はい、2匹でどうぞ。他の髪が来ちゃうと、月ちゃんがちょっと様子が変わったね。どうした、どんどん前に来て。まあ、タラちゃん。おとなしいな、タラちゃん今日は。はい、月ちゃんもあんま食べないね。今タラちゃんがフリーズしてるから今食べちゃえ。お、食べないけど近寄ってきたね。まだでも引っ込めちゃうよね。口開けたりしてね、怖がってるからね。おお、いいですね。タラちゃん食べないの？いっぱい用意してあるんだから。はい、
ラルちゃん、ちょっと歩き回れたそうだからね、ちょっと自由に歩き回せましょうか、この辺は。お、食べた、いいね、ちゃんと手から食べてくれてますよ。タラちゃん眠いんだな、目がトロンとしてるもんね。今日結構あったかいからね、もう気持ちよくて寝ちゃうのかもね。はい、タラちゃん、ぼーっとしてるね。はい、月ちゃん、ね、頭撫でる、やりましょうか。タラちゃんとかはね、もう本当に慣れてるから。もう顎の下やると気持ちよさそうで、自分で出すもんね、こうやって。全然暴れません。もう目つぶってね、気持ちよさそうにしてるよね。まだまだですね。ちょっとあの他のカツオとワカメの2匹との違いを見てみましょうか。この2匹はね、もうだいぶ慣れちゃってるからこんな感じですよね。もう撫でてもらいに来るって感じだもん。ほら、慣れすぎちゃってね。ワカメもね、全然怖がらないですもんね。月ちゃんもね、このぐらいね、早く慣れてほしいですね。はい、タラちゃんは気持ちよくて寝てしまいました。さあ、でもちゃんとね、月ちゃんも手から餌食べてくれましたね。まあ、こうやってちょっとずつね、慣らしていってね、もうビクビクしないようにしていきたいと思います。それじゃ、またねー。